So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. どうも、スピーカーけんちゃんです。前回 NFJ の白い 100mm ユニットと北日本音響の 10cm フルレンジユニットを同じ共鳴管箱につけて比較動画をさせていただきました。それで、NFJ の、白いユニットの方はこの共鳴管箱と相性がいまいちだったので、北日本音響 10cm フルレンジユニットの方はこの、箱をもともとこのユニット用に設計したこともありまして非常に相性が良かったんですが、何か NFJ の白いユニットの方が、性能的に劣っているっていうような、誤解を与えてしまった感がありまして、もう一度 NFJ の白い 100mm ユニットを、このユニットの限界性能まで出し切るような形で、動画をお伝えしたいなっていう思いになりました。そこで、今回の動画のために選んだ箱が、こちら KH19 号という箱になります。この箱は、対象保温として作った、設計した箱なんですけれども、10センチフルレンジ用の、少し大型な20リットルクラスの、ブックシェルフ型のスピーカーで、板取りの方と、それから設計の方と、両面から追い詰めて、私が今まで作ったスピーカーの中でも、最も、力を入れて、設計制作したスピーカーになります。この KH19 号は、サブロク合板の厚み12ミリを使って、1枚で、1ペア、ぴったり作るという設計にしてあります。そして対象保温ですけれども、空気室から、一番狭い管までの絞り率と、それから広がっていく保温部の広がり率を、あえて、異なった、率で設計してあります。ほんの少し、余りが出た木の方もすべて補強に回して完全に使い切っています。この箱は、約2年ぐらい前に、オントモムックから発売された音響の最後のフルレンジユニットの OMOF101 をつけて鳴らすために設計制作したものです。これが音響の OMOF101 をつけた時の画像になります。このスピーカーを作って視聴したのは私のもう一つの方の家でやっていましたので、その当時の録音がまだ残っていますから今から少し聞いていただこうと思うんですけれども、最近の私の動画の、現場とは違う場所で録音しているので参考程度に聞いてみてください。まあ、こんな感じの箱なんですけれども、これに今回 NFJ の白い 100mm ユニットをつけて鳴らそうというわけです。ところが、この KH19 号なんですけれども、ものすごく気合を入れて設計制作した箱の割に、実は、ものすごいじゃじゃ馬な箱でもありまして、その後少し開口部を半分ぐらい、ダンプした形でちょっとお蔵入りになっていた箱でもあります。今回まあそれを持ち出してきて、この NFJ の、ユニットをつけてみたわけなんですけれども、それで少し試聴してみますと、試聴した感じは、全然悪くなくて、
このユニットなりにダイナミックな感じのする、音を、聞くことができたんですけれども、やはり、特性を測ってしまうと、最強ジャジャウマぶりが垣間見えてくるので、そこを何とかしたいということになりました。こちらが、音響と NFJ のユニットを、同じ KH19 号につけて測定した周波数特性のグラフになります。音響のユニットをつけて最初に、測ったときに、約 30Hz ぐらいから、かなり大きな音圧で、立ち上がってきてちょっと驚いたんですけれども、今回、NFJ のユニットをつけた場合は、大きな山にはならずに、音圧自体は出始めるんですけれども、30Hz ぐらいから出始めるんですけれども、あまり大きな音にならずに、100Hz 以下はあんまり、大きな音圧が出なかったようです。このあたりがやっぱり、強力な音響のユニットと、今回の NFJ のユニットの、駆動力の違いが、はっきり表れている部分かと思います。ですが、KH19 号の大きなジャジャウマとしての問題点は、低音の性能は良いとして、中低音に大きな暴れが出るっていうのが一つ大きい問題かと思っています。だいたい 150Hz か 160Hz あたりに一つ大きなピークが出るんですけれども、そのちょっと上の帯域には割と大きめの広めの谷間ができて、ちょっと全体的にはしゃくれた感じのグラフになります。この辺りがあるので、この次に作った KH25 あたりの方が、ナチュラルに聞こえて、KH19 号をあまり使わなくなってしまったっていう経緯があります。それで、この KH19 号の開口部は、中途半端なダンプのままちょっと放置していたんですけれども、今回 NFJ のユニットをつけて板をちょっと仮止めしたりとかしながらいろいろ試しているうちに、もっと大きくダンプすればこの KH19 号の特性は大きく改善できるということが分かってきました。こちらがダンプするために使う板なんですけれども、そのままつけると開口部に何か取ってつけたような無水感が出るので、それはしょうがないとして、少しきれいに仕上げてやろうと思いまして、面取り加工をサンダーを使って行っています。この板を開口部に貼り付けて、こんな感じでダンプするんですけれども、開口部の面積は本当に小さなものになります。ですので、ほとんど密閉箱に近づいていくような感じかと思います。ですけども、この NFJ のユニットをつけて鳴らす上では、30Hz から 100Hz の間の重低音、深低音というのは、レベル的には全然変わらないということも分かりましたので、ここまで思い切ってダンプして、で、中低音の特性の改善を優先させていただきたいと思います。この状態だと、音響のユニットなんかをつけると、ひょっとしたら 30Hz あたりの音圧レベルは下がってしまうかもしれません。それはまた後日実験してみたいと思っています。木工ボンドで接着してこのようにダンプして改造完了となります。NFJ の白い 100mm ユニットを取り付けたところです。うちのリビングルームにセッティングするとこんな感じになります。今回視聴に使うアンプは、ヤマハの AX390 というアンプです。これは前々回に、このユニットをご紹介した動画で、6リットルの、バスレフ型をご紹介した時に使ったアンプと同じなので、ご興味のある方は、そちらの音と今回の音を聞き比べていただくためにも、アンプは揃えておきます。このアンプ自体は非常に安物のプリメインアンプです。アンプの方のトーンコントロール類は全く使わない状態にしてあります。CD ダイレクトモードというものを使ってますので、トーンコントロールとかバランスなんかも全部パスした状態で
アンプは使っています。その上で、今回の、開口部に板を貼り付けて、ダンプする前とダンプした後の、周波数特性を、並べてみました。で、見比べていただくと、お分かりになっていただけると思いますけれども、ダンプ前は 150-60Hz の、ピークと、それから少し上の帯域の広い、谷間が出ていたんですけれども、今回ダンプした後になりますと、そのあたりの谷間はもうほとんど小さくなりましたし、それから 100Hz ぐらいまで、フラットに、中高音と近いレベルでフラットに、音圧が出てくるようになりました。これで KH19 号のジャジャウマブリも鳴りを潜めましたので、これで NFJ の白い 100mm ユニットをつけて視聴していきたいと思います。音楽の空気録音は、サンプル楽曲7曲を、短めに切ったもので編集しています。クラシックジャンルの音源について、よく使っていた音源が、前回の動画で、著作権の警告を受けまして、YouTube オーディオライブラリーから抜粋していたにもかかわらず、著作権の警告が来ましたので、今回からちょっと別の曲に変えています。はい、それでは、視聴に移りたいと思います。
はい、ご視聴お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。今回 NFJ の白い 100mm ユニットの挽回編ということで、動画を編集してきたつもりなんですけれど、ただまあ NFJ さんに忖度しているわけではなくて、あくまでこのユニットの正確なレビューをお伝えしたいという思いでやっているので、ご理解いただきたいと思います。で、このユニットの音は確かに、地味な音ではあると思いますけれども、かといって魅力のない音なのかといえばそうでもなくて、男性ボーカルの曲なんかはすごく、いい感じで聞こえてきます。サンプル楽曲にはちょっと入れられなかったですけれども、例えば藤井風さんの歌なんか最近よく聞いてるんですけど、このスピーカーで聞くとすごく、音楽が、うまく、表現されて、私の中にも自然に入ってくる感じがありました。北日本音響の10センチはどちらかというと、女性のボーカル曲が得意だと思うんですけど、こちらは、男性ボーカルかなり得意な、ユニットじゃないかなと思っています。この KH19 号の、あのダンプドタイプで KH19D と名付けましたけれど、こんなにちょっとややこしい箱に入れなくても、大きめの密閉箱なんかに入れればこのユニットの持ち味っていうのは、かなりよく出てくるんじゃないかっていうふうに、ちょっと分析しています。ということで、今回本当はこのユニットの、レビュー動画は2本ぐらいで終わって次のユニットに行こうと思ってたんですけれど、このユニットの3本目の動画を今回はご紹介させていただきました。次はまたちょっと別のユニットでご紹介させていただきたいと思います。それでは今日はこの辺で、どうもありがとうございました。失礼いたします。